JTPS-101 のナズ -79 空中戦装置 JTPS-101 は航空自衛隊のレーダー装置。レーダーサイトを保管して機動的に運用される移動式三次元レーダーであり M3D 改めと称される。製造は三菱電機であり初号機は1981年に納入された。1960年代中盤より 航空自衛隊では航空脅威の増大に対する高端性や低空目標監視能力の不足などに対応するための移動警戒管制システムの整備に着手し1971年に JTPS-100 の初号機を受領同年に臨時第一移動警戒隊を編成した同隊は早速翌年より和島分遁基地のレーダー観装に伴う集団対処に投入され 高く評価された。また、昭和50年度末には、同型2号機も納入された。しかし一方で、同期は、防空指令所の代替機能としての役割をも、担えるように指揮管制装置及び通信装置を充実させていたためにシステム及び、人員の規模が大きくなり、3号機以降の取得が、計画通り進まなかった。 また昭和40年代初期のレーダー技術で設計されたシステムであるため、脅威の質的変化に伴い、電子線能力やクラッター抑圧能力等の改善、向上が求められるようになっていた。これに応じて開発されたのが本機であり、最新の技術を導入して、性能の向上を図るとともに、運用目的を警戒監視機能に限定することで、人員、システムともに、 コンパクト化し、軌道展開性も向上させた。空中線部もトラックに搭載されており、やや縦長の八角形のパラボラアンテナを持つ。また空中線装置のほか、送受信装置、通信装置、指揮管制装置などから構成されている。本機を装備する部隊としては、まず1981年3月に、春日基地で第3移動警戒隊が新設。 続いて1982年10月には、那覇基地で第4移動警戒隊が新設された。これらを含めて、1989年3月までに10個隊が新設され、JTPS-100 装備の2個隊と合わせて、当面の目標としていた12個移動警戒隊が整備された。またこれに加えて、教育訓練用として、伊王島基地隊と、 第五十課学校第一分校にも一機ずつ配備されたが、これらは任務所用から監視管制コンソールが移動警戒隊のものよりも増加された。ありがとうございます。